思いつきでとこ始めた頃中の中、チャンネル数のリアルな数字感じていた。アラームが鳴り動画のコメントを期待して、画面見るとウーバーイーツの通知来てた。イラつく心、長時間消しした動画、意味なく思えて泣き崩れた。動画の宣伝のために始めたツイーター、フォロワー増えずにフォロー数だけ増えてた。ゲーム実況という飽和した世界で、極めて低い再生数競い合った。告知したのに誰も見てないライブ、一人で画面と喋り続けた。おーおーおー、3ヶ月で1000人は達成できなかった。人気そうな配信を荒らして回った。もがき続け、投稿を続けた。早く人気になりたかった。信じられぬ業者の DM の誘いの中で、従えば気をレベルにしてくれるんだろうか。うんざりしながら投稿を続けた。一つだけ分かってたこと、縛りプレイからの卒業。